いやー、最近ユニクロで買い物してないな。ユニクロって商品のリリースのタイミングが早いから、今サイト見ると結構秋冬の新作が多いんだよな。まあ、この中で今から履けるもの何かないかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。まあ、今回はですね、冒頭にもお伝えした通り、まあ、ユニクロでですね、最近買い物してなかったんですけども、なかなか良いボトムスを見つけたので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。それがですね、こちら。はい。僕はオンラインで購入したんですが、商品名はですね、ワイドフィットパラシュートカーゴパンツという商品になります。価格は3990円ということで、まあこちらはですね、春夏の今すぐ履けるというものよりはですね、秋冬の新作ということで、まあユニクロ U ですね、そちらからリリースされたモデルになるんですが、これがなかなか良かったんですよね。まあユニクロの商品リリースって早くて、もうですね、秋冬ものもだいぶ充実してきているんですが、実際はまだまだ暑いので、なかなかリアルに買えるものは多くはないかなと思ってるんですが、まあ、その中でもこちらのボトムスは今時期から履いても、まあ、そこまで違和感がないかなと思うので皆さんにご紹介したいなと思います。まあ、ユニクロ U といえばですね、皆さんファッションが好きな方にとっては毎回楽しみにしているコレクションかなと思うんですね。まあ、これからですね、本ちゃんのユニクロ U のですね、商品リリースがあるかなと思うんですが、その前に先行してこちらのパラシュートカーゴですね、まあ、いわゆるですね、パラシュートパンツと呼ばれるようなその部分ですね、ここにコードが入っていまして、キュッと裾が絞れるような仕様になっているのと、あとはサイドはカーゴパンツのようにですね、ポケットがついているというところが特徴の少し変則的なボトムスになっています。カラー展開は3色で、ブラックとベージュとオリーブ、それぞれ魅力的で、どれにしようかなと思ったんですが、最終的にはブラックとオリーブで迷いましたが、今回はデザイン的にちょっとワイドフィットで、なおかつカーゴパンツだとかパラシュートパンツのディティールが盛り込んであるので、まあなるべくスッキリと見えるようなブラックを購入しました。今回の動画ではこちらを実際に履きながら、どのような特徴があるのか、またどのような方に向いていて、ちょっとこのような方には難しいというところまでしっかりと解説をしたいなと思っていますので、まあ、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に履いてみましたが、いかがでしょうか。まずは全体像を皆さんにお見せしたいなと思います。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なので、こちらは XS を購入しました。ウェブ限定のサイズなので、これは試着をせずにですね、買ってしまったんですが、まずは全体としてはすごく気に入っています。サイズ感もちょうど良かったし、非常にこれは満足度が高いかなというふうに思っています。まあ、サイズ選びは結構難しいところで、ウエストは一応ドローコードがついていて絞ることができるんですね。こちらこういったドローコードついているので、グッと締めていただければある程度調整ができるので、サイズをあえて上げてゆったりめに履くということもできるんですが、僕はですね、ウエストはぴったりめに履くのが好きだったりするんですね。なので XS を購入したんですが、まあその分ですね、ボリューム感っていうのはそこまで出しすぎない形で調整できたので、個人的には大人の男性にはこれぐらいのシルエットでも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。横から見るとこんな感じですね。後ろから見るとこんな感じです。もうちょっと前でお見せしたいなと思うんですが、まあウエスト部分はですね、まあゴムが入ってるので結構履いていて快適なんですね。このあたりの着心地の良さというのは個人的には大好きなので、非常に満足をしてるんですね。ドローコードで調整が可能なのもすごくポイントが高いです。で、この腰周りにはタックが入ってるんですね。個人的にはこれあった方が好きなんですね。スタイルをよく見せたいのであれば、タックなしのスッキリとしたシルエットの方が断然バランスがいいんですけども、タックが入ることでちょっとクラシックな雰囲気が漂って、まあ服が好きな方には結構このような動きのあるですね、ディティールが非常に好まれるかなと思うので、僕も個人的には大好きです。で、素材はコットンとナイロンの混紡になっていまして、ちょっとシャリ感があるんですけども、程よい光沢感がありつつ、そこまで生地も厚すぎないので、意外とですね、夏時期から T シャツと合わせながら着るのも悪くないんじゃないのかなと思います。今は腰回りをちょっとお見せしたかったのでタックインしていますが、まあ、T シャツ1枚のスタイルでもこういったちょっとボリューム感のあるパンツを合わせることで退屈に見えないので非常にいいんじゃないのかなと思います。で、あとはここですね、サイドにポケットがついてるんですね。結構大きめのですね、カーゴパンツ特有のポケットがついているんですが、割と本体に馴染むような形になっているので悪目立ちしないかなと思います。前から見た時にもポケットの主張ってそんなに大きくはないので、個人的にはこの控えめな街のですね、ポケットというのがすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。
あともう一つ最大の特徴なんですが、裾ですね。こちらが絞れるようになってるんですね。紐がついていて、ちなみに右足はですね、絞ってあります。絞ることで、シルエットがですね、腰からちょっと丸く落ちながらも、足首でクッと絞るので、丸みのあるシルエットができるんですね。このあたりがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。一方で逆足はですね、あえて絞ってないんですが、まあ絞らない状態でも全然問題なく履けちゃうかなと思います。まあ、個人的にはシルエットは絞った方がちょっと面白みがあって好きなんですね。右足の感じ。ただですね、紐を毎回ですね、これ履くたびに絞るっていうのはちょっとめんどくさいかなって正直思いました。結構ボタンで留めちゃうパターンだとか、もう最初からゴムがしっかりと入っていて、クシュッとこう絞られてる状態がキープできるようなボトムスの方が個人的には好きなんですが、このディティールでちょっとした見え方の変化をつけられるのはすごくポイントが高いのかなと思います。で、股上も結構深いんですね。このあたりはハイウエスト気味で履いてもらうとバランスがいいんじゃないのかなとは思います。パラシュートパンツとカーゴパンツのちょっとこうデコラティブなデザインではあるので、あえてブラックを選んだんですけども、スッキリと履けるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。ただ結構ブラックが良かったので、オリーブなんかも買い足したいなと思ったぐらいですね、素材の質感もいいし、全体のバランスも優れたボトムスになっているので、これはですね、おしゃれが好きな方であれば、一本持っておいて間違いがないのかなと思っています。一方でおしゃれ初級者の方にはやっぱりですね、シルエット的にはかなり太いですし、デザイン的にも割とゴテゴテして見えるところもあるので、なかなか理解するのが難しいボトムスかもしれません。そういう場合は無理してですね、このボトムスを選ぶ必要はなくて、まずはワイド系のパンツに目を慣らしてもらいたいので、タックワイドパンツですね。こちらよりはタックワイドパンツの方がまだですね、太すぎないようなバランスになっていると思いますし、ポケットもないし、裾も絞ってないので、まずはそういったボトムスから目を慣れさせて、その次にですね、このようなパラシュートカーゴを履いてみるのが順番としてはスムーズなのかなというふうに思っています。コーディネートは簡単で、夏場は T シャツですね。無地の T シャツでもいいし、僕が今着てるようなプリント系の T シャツでもいいし、タックアウトするのも良ければタックインするのもいいと思います。このあたりはどれぐらいトレンド感を出したいかによって調整するとバランスが取れるのかなと思ってまして、まあ、個人的にはブラックを選んだので、ちょっとタックインをしながらですね、着こなしにアクセントをつけるのもいいかなということで、まあ、このような着こなしを組んでみました。で、足元は夏場だったらやっぱりサンダルですね。まあ、今回はグルカサンダルを合わせています。裾をちょっとグッと絞ってあげて、グルカサンダルで少し綺麗な感じを出してあげるというのが個人的には好きな組み合わせなので、まあ、ぜひ皆さんもお試しいただきたいなと思っています。その他にはホワイトのこういったジャーマントレーナーとかですね、ミリタリーゆえのボトムスでもあるので、こういったスニーカーとも非常に相性がいいと思うんですね。ちょっと素足なんですが履いてみたいと思います。はい、履いてみるとこんな感じですね。秋冬だとサンダルはさすがにきついので、まあ、このようにですね、白系のジャーマントレーナーとか、まあ、そういったもので合わせてもらってもいいと思いますし、他にはニューバランスのスニーカーとかでも相性がいいかなと思うので、まあ、なかなか使い勝手のいいボトムスかなと思います。ちょっと今はですね、T シャツに合わせてるんですが、この上にシャツを着ながらもう少しバリエーションを見せていきたいなと思います。はい、ということで上にですね、シャツを羽織ってみました。秋だったらですね、このように T シャツの上にシャツを羽織るだけで、まあ、このようなパラシュートパンツですね、バランスよくコーディネートができてくるかなと思います。まあ、ボトムスが結構カジュアルではあるので、上にシャツとか羽織った時に、まあ、よりバランスが良くなるかなと思うので、まあ、早くもですね、こういった着こなし試してみたいなと個人的にも感じています。もちろん夏場だったら半袖のブルー系のシャツだとか、ベージュ系のシャツ、明るめのシャツと合わせてもらでもなかなかバランスがいいかなと思います。まあ、このような形で使ってもらうと意外とですね、夏もいけるし、秋冬もいけると思います。秋冬、そしてまあ春もいけるので、意外とですね、年中通して使えるような、まあ、バランスのいいボトムスになってるかなと思います。ぜひ皆さんもですね、手持ちのアイテムと合わせながらバランスを取ってみることをお勧めしたいと思います。まあ、パンツ自体がちょっとボリューム感あるので、シャツだとか T シャツだとか、まあ、それ以外のアイテムにも少しボリュームを足してあげた方がよりバランスが取りやすいかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画はユニクロ U の新作となるワイドフィットパラシュートカーゴパンツですね、こちらを皆さんにご紹介させていただきました。結論、非常によくできたボトムスではあるんですが、誰にでも似合うようなものではなくて、
ある程度ファッションの感度が高い方におすすめしたいような非常に優れたボトムスだったかなと思っています。まあ、おそらくですね、いろんな YouTuber の方だとかファッション好きの方がこちらのボトムスをですねレビューしてるかなと思うんですが、まあ、そういった情報が多いとついついですね手を出したくなるものなんですが、ある程度感度が高い方じゃないとやっぱり着こなすのがちょっと難しいかなと思います。ですのでまず皆さんもですね、店頭に行って試着をして自分のスタイルにうまくはまりそうだなと思ったらぜひ購入していただきたいなと思います。なかなか3990円でこんなにレベルの高いボトムスは手に入らないと思います。まあそれはデザイン面もそうですし、素材の質感ですとか商品全体の完成度ですね、そういったものを見てもなかなかこれを超えるようなボトムスっていうのは同価格帯では出てこないと思うのでおすすめしたいんですが、まあ誰にでも似合うわけではないので、そのあたりはぜひ皆さんよく検討しながら選んでいただきたいなと思っています。僕自身もですね、夏の着こなしどうしてもシンプルになりがちなので、ちょっとこのようなボリューミーでアクセントが加わるようなボトムスは早速取り入れていきたいなと思っています。ぜひ皆さんもご活用いただければ幸いです。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなか触れることがないですね、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで、このあたりの知識をですね、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2回のオリジナルの動画と毎週土曜日にですねライブ配信をやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えをしていますので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。僕も記事を毎日書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくれています。またそれ以外にも参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイと楽しめるような場所になっています。気になる方はこちらも概要欄からぜひチェックをしていただきたいなと思っております。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。